アトラースの娘たちが星になったと伝えられるヒアデス星団とプレアデス星団。ヒュアデスはギリシア神話に登場するニュムペイたちである。キュレーネー山で生まれた五人内し七人の姉妹。名前は雨を降らす女を意味する。ティータン族の巨人アトラースの娘でカルプソー、ディオーネー、マイラ、プレアデス、ヘスペリデスとはイボ姉妹の関係にある。ヒアデス星団と 同一視される。神話によると、ヒワデスはアトラースとオーケアニスの、プレイオゲートの間に生まれた5人の娘パイシュレイ、アムブロシアー、コローニス、エウドーラー、ポルクソウである。一部には、パイシュレイ、コローニス、クレイヤ、パイオーエウドーラーの5人を挙げている。兄弟であるヒワースが狩りの最中に命を落として、しまったのを嘆いて自殺したため、天井の星になったという。 しかし別の説もあり、オーケアニスのアイトラーとの間に生まれたとも、ヒュアースとボイオーティアーとの娘とも言う。レイロスのペレキューデースによると、彼女たちはアムブロシアー、エウゾーラー、ペディーレー、コローニス、ポルクソー、ピュートー、トゥオーネーの七人姉妹とされており、ゼウスの幼い息子、ディオニューソスを養育し、イーノーの元に連れてきた。しかし他の説によれば、彼女たちは、 アンブロシアーを除いて、テーテュスの元に逃亡したとも言う。アポロドーロスは、ヒワデスの系譜や名前について述べていないが、彼女たちは、ニューサのニュムペーで、ディオニューソスを育てた功績により星に変えたと述べている。ヒワデスたちは5人とも、7人とも言われる。ヒワデスたちの総人数については、可評参照。ありがとうございます。